この水の水道の再公営化の話もちょっとしていただけると、はい、と思うんですけれどもまさにそのミニシパリズムその人々がもっと公共に関わらなきゃいけないんだと思う始めるヨーロッパでもきっかけの一つになったのがこの水道の再公営化ということですねそれずっと研究されてきたんですよねそうですねあの水がとてもわかりやすいので水 水って選べないんじゃないですかどこどこのタイプがいいですって。はいうん、でこれも独占なので,でしかも,もう命に直結っていうことで、まあ、公共性がもう著しく高いわけで,すよ、ね、でここをねあの、まあ、ここでやっぱ競争の原理を持ち込むとどうなるかっていうことがあまりにも分かりやすかったのでこれをやっぱり一つのこう戦略として考えていくっていうことに結果的にはなってったんですけれども。 あのそうですねなのでその後水の後にあの、えー、と調査の拡大しまして 8, 8分野あの今では、まあ、教育とか鉄道と通信それからゴミのごみのサービスだとか自治体のサービスあのそれからまああの医療ですね、うん、福祉っていうようなあの私いわゆる本当に。あの こう公的なサービスまで広げると、はいえー、もう本当に今1,600件以上のケースというのを今データベースで、はい、あの私が、まあ、あの今はもうやってないんですけども今の、えー、かつて選挙の公的所有みたいな仕事をしてなしたりとか何、はい、か本に出てくるとイタリアナポリ市では民主主義と自治党っていうのができてこれ水道サービスが公的所有になったりあと先ほど小川さんのパワポにありましたよバルセロナコ,コモンズと。 いうところがその114世帯が入居できる公営住宅を作って、まあ、トータル8,960世帯作ったり、うん、でその流れがニューヨークとかワルシャワブリュッセル等々にも拡大してったというその動きっていうのがこう欧州でバーッとこう広がってった流れっていうのを本当につぶさに見てっ とはいえですね、もうこれは、とはいえもう少数派ですよ。少数派です。まあ、そっか。あの、いろんな、あの、ま、あ2015年のスペインの地方選挙、それから2019、ごめんなさい、20年かな、のフランスの、えっと、地方選挙は大きかったんです。この時やっぱ波が起きたので、最初、あの、特に、ま、 最近だとそのフランスだったら緑の波って言われたんですよねでこれがそのいわゆるその緑の党だけの躍進ではなくて緑の党と大体多くのリベラルな、まあ、あの左派的な政党が一緒になって市民政党も一緒になって。うんうん ミニシパリズムのプラットフォームを作るっていうね、うん、それスペインから学んだ部分がすごく大きくて、はい、それでまあ結果としては相当の数の,、まあ、あの大都市も含めてね、うん、まあ必ずしもミニシパリズムってかなりあの温度差があるので、うん、あのマイルドなものからラリカルなものまで、あのそういうのを包括しているようなところもあるし、自分たちがミニシパリズムだと思ってないけれども、そう,そういう、ね、の人もいっぱいあるしね、逆、うん、もあるのであの、そういった意味で、あのえっと このフランスの選挙大きかったしその後もですねカナダのケベックとかクえっとあとは、えー、っとクロアチアの首都のザグラブだとかドイツはそんなに大きくないんですけど例えばベルリンっていうのはミニスパリズムとは言わないんですけどもやっぱりその住宅のうか化っていうのを大きくまだ変わってないんですけどあのすごくあの住民の大きな運動があの住民投票があって。うん あの、うん、ようなことをまあ姿勢はあのまああのドイツのあのあごめんなさいベルリンの特別州ですけどもあの何とか頑張ろうっていうところで、うん、あの頑張ってたりするっていうのはありますね、うんうんまあ、なるほどそこはとか大きなまあメインストリームになってないけどそれが非常に広がり始めてるし、うん、こうバルセロナコモンズは当時あの四十一議席中十議席取ったっていうのも書かれてて、うん、結構な数を、うん、こういったことを掲げているところが取っていくっていうのはこれは あの衝撃だろうなという、これ衝撃ですね。これあの最初は十席だったんですけど、本当に半まあ私の選挙とちょっと似てるんですけど、半年前にできたまあ言ってみれば政党ですよね。市民政党があのもうすごいキャンペーンをやっていきなり一党になったんですね。でそれ、でそれもまあちょっと奇跡だできものもあったんですけど、やっぱりこういうところの発信力ってすごいんですよ。だからいくら少数派であってもね、例えば今パリのえっとえ パリもあのはそこまでのラディカルじゃないんですけど15分あのコミュニティ構想っていうのを作っていて15分で歩ける場所に、えー、っとこういろんな必要なものがある公共施設も含めてっていう構想を発表したんです、うんうん、これのやっぱコミュニケーション力ってやっぱりすごくってでそれはどういうことかっていうとやっぱり車社会から移行して徒歩と自転車っていうことを中心とした、うん、パリってまあそうじゃ全然ない街ですからねそういっったことやっぱあの市が 発信していくともう世界中に広がるわけですよあの世界の政策あの交通政策やってる人はパリのことをみんな知ってますよねだからその都市の発信力っていうのはものすごいので<う>あの、うん、本当にあのこれはあの人数数は少なくても突破力みたいなのはすごくあると思いますそのパ,パリ市が別にそのみんなこの、うん えっとなんだっけこのミニシパリズムというわけではないけど、うん、その発想がシパリ市の中で共有されてるってことなんですか、うん、そういう構想が出てくるやっぱりねあの気候変動問題っていうのがもう本当にそれはもう国家的な課題としてやっぱり共有されてるっていう状況があります、うん、あのフランスはあの大事あの国政のレベルでもねあの自転車政策大きくあのはい、はい、最近やりましたよね、うん、ニュースになってますよねそでそういう中でやっぱりある程度のまあ 合意が社会的合意がある中でですね。うん、とはいえ社会的合意あのとか支持があったとしても、例えばその15分コミュニティ構想みたいなことをね、うん、やっぱりこうもう10年間の施策としてこれだけの投資をしてやるんだっていうメッセージっていうのはやっぱりすごいですよね。はいうん、バルセロナもあのえっと気候あの危機宣言緊急事態宣言2020年出しましたけども、ここでもあの800億円ぐらいの 投資が必要であると言ってるんです。<ー>自治体にとって800億円ってもう大変なことです。ですので、やっぱりそれをあのやっぱりこう。都市としてやっていくんだっていうね。やっぱりこの気概というか、<ー>そのあの発信力は？私はあの。 全然侮れないなというふうに思ってます。うん、あと書かれてたのが、まあ、もし、あの、コロナパンデミックなんかがある中で、実はその、排他主義とかね、うん、人種差別みたいなことも、これはまあ各国にいろいろあったと思うんですけど、でも想像したよりも、実は投票すると、極右政党がさほど伸びてないっていう、そこも、まあ、伸びた、うん、一部伸びてるところもあるんですけど、そこはいや、あのね、これはね、かなり、あの、あ的な状況、一方で,、ね、一方で両方の動きがある書かれてですよね。うん、でもうむしろこれは本当に ヨーロッパですごく大変だなと思うのは緑も伸びてるけど同時に極右も伸びてるんですでもう本当に自治体でも国政でも EU でも、うんまあ、いわゆる本当極右政党がそれなりの勢力を持っているっていうことがもうだんだん当たり前に今なってるんですね <laughs> 10%から20%とか場合によっては25%とか。<laughs> <25? S 1> うんで いうようなことがすごく危機感を持ってでじゃあこれどういうことかっていうとやはりもう中道派中道左派っていうのが支持を失ってるんですだからとても不安定になってるんですね政治が。うん、っていう中であとはバックラッシュですよねやはりあの、えっと、やっぱり移民とかを受け,受け入れてるくあのあの歴史がありますのでこれに対するまあバックラッシュとして、まあ、フェミニズムに対するバックラッシュ多様性に対するバックラッシュというのも起きています。 で、そういう意味では、あの不安定化というのは、あの大きな、あの本当に、あのある意味では恐ろしい。あの状態ではありますね。日本よりも、かなり、あ、そうですね、進んでいるっていうところですか、ね。うん。こ、うん、れ、この水道の見ーカの話、日本では、今まさに進もうとしているところで、世界に逆行しているっていうところ。を、ちょっと、あの、お話しいただきたいんですけども。はい、この世界だと、もともとは、本でも書かれてますけれども、例えば、あの。 フランスとかですね、そういうところでは18、19 8 1世紀ですか、そういう頃から、かなりまあ、企業とですね自治体が手を組んで、ま一、あ、種、水道事業なんかを整備してきたところがあって、それがまあ、委託する、コンセッションという形で委託するようになったけれども、それによっていろいろ問題が起きたんですよね、世界で,そうですね 25年ぐらいかかるってるわけですよね、気づくのに。<laughs> 30年ぐらい。で、ちょうどその契約が切れるっていうのが、まあ、ヨーロッパであのの最初に行われた大きな民営化が大体、えっと、行われたのが、えっと、90年代なんですけども、うん、その今、契約の。 更新の時期になっているんですねですからこれだけあの顕在化したっていうのは逆に言うと大きな契約でも小さな契約でも民間契約を途中で自治体がやめるとなると、うん、医約料だとか場合によってはそのその後の保証みたいなものも払わなきゃいけなくて、うん、自治体はそういうことなかなかできませんよね。うん、ですので契約の更新の時期を待つっていうことになるとだって今 こ,のここ数年っての大きいので,な,、うん、でのなのでいっぱい出て顕在化してきたということですね。でその時に顕在化してきていろいろな問題あるんですけどもお金の問題はそれぞれです。ただ一番のどこにも共通なのは説明責任と透明性です。これをやっぱり失っていったと。はい、そしてその中でやっぱこう民営化したりねあのするっていうのはとにかく自分たちの,あのこう能力専門的な能力っていうものを手放していくことですのでやはり公務 公務のえっとこう動力がさ落ちていくっていうことですね。これはもうどこも共通してます。それに対して日本は今これから見え化しようとして宮城県では去年始まりましたし、ただ浜松市では一方で浄水道についてはちょっと待ったってことになってるんですよね。うん、はい。はい そうなんです。あのまあ一番言いたいここで言いたいのはこの公家民家みたいな話ってそんな単純じゃないですよね。はい、で今日もあの民主化とか地域化っていうお話させてもらいましたけども、やはりこのみんなのもの公共財とか公共サービスを管理していくって管理運営持続可能にやっていくときっていうのはそれぞれの地域がみんなやっぱりディスカッションしなきゃいけないわけです。うん、どこまで例えば保育全部ねこうでやるなんてまあまあ、ありえないだし今。 あのもうそれが必ずししいいとは限らないしねでもじゃあどこなんだろうボーダーラインはっていうこととかあとはじゃあその時の労働はどうなんだろう自分たちの子どもたちが行く、うん、あの保育園ってどうなんだろうっていうようなことを、うん、もう丁寧に議論してってやっぱりその都度その都度線引きをしていくようなね作業なんですね。でそのそういうなのでこの残すごく日本で住む道の見えが残念だなと思うのは、うん、これだけやっぱ。 いろんなもう結果が出ているので少なくともそれを批判的な検証をした上でやっぱり住民と話して議会で話して、うん、考えた上で自分たちの地域にとって一番いいというのを決めていただきたいなと思います,す、ね、住民が参加する形で、うんはい、まさに地域主権ということですよね。